はい、こんばんは。高畑充希と、天空の城ラピュタが世界一大好き、893チャンネルです。はい、今日はですね、NHK で音楽番組、ジブリの歌が放送されていたんですけど、今日は女優の高畑充希さんが登場して、映画「天空の城ラピュタ」の主題歌である「君を乗せて」を歌ったってことで話題になってますね。で、この曲を聴いて思ったのは、いや、高畑充希、歌下手くそだなと思いましたね。はい。まあ、というのも、高畑充希さんなんですけど、まあ、この方って本業が女優だと思うんですけど、で、まあ、なんだろうな、古くからの言うと、まあ、ピーターパンの舞台とか、で、朝ドラのね、まあ、トト姉ちゃんの、まあ、主演とかしてるし、はい。まあ、女優としては、まあ、成功してるとは思うんですけど、まあ、正直ね、今日のそのジブリの歌で歌った、この天空の城ラピュタのね、主題歌、君を乗せてね、まあ、本当に下手くそやったなと思いましたね。はい。まあ、というのもね、やっぱり本業がその女優とかのくせに、いちいち歌手活動とかしなくていいんだ、よって思ったんですよね。はい。で、やっぱりね、その、まあ、天空の城ラピュタっていうと、やっぱりそのジブリ映画の中でも、まあ、特にね、宮崎駿先生の作品の中でもね、まあ、彼を代表するようなね、やっぱり、まあ、かなり有名な、まあ、作品なんで、まあ、正直、まあ、この、まあ、高畑充希みたいな下手くそな女優には、君を乗せてはね、歌ってほしくなかったなと思いましたね。はい。まあ、正直ね、まだね、俺が今日ね、このジブリの歌に出て、まあ、歌った方がマシやったなと思ったぐらいです。はい。で、まあ、なんて言うんだろうね、やっぱ天空の城ラピュタなんですけど、今までね、天空の城ラピュタじゃなくて、天空の城のラピュタだと思ってました。はい。今日の今日までね。はい。まあ、ただね、やっぱり天空の城ラピュタはね、やっぱりさっきも言った通り、まあ、そのジブリをね、その象徴するような、まあ、作品なんで、まあ、名作なんで、はい。やっぱりね、この映画、まあ、ちょっと本題から逸れるんですけど、いや、この映画はね、何度見てもいいし、まあ、主題歌である、まあ、君を乗せてもね、本当に名曲だなと思います。はい。まあ、ただね、この曲なんですけど、まあ、その、もともとの、歌手である、誰だっけな、井上あずみさんに歌ってほしかったなと思うんですよね。はい。この曲ってもともとは井上あずみさんが歌ってる曲なんで、はい。まあだから今日ね、正直その高畑充希が出て歌った時は、おい、なんでお前が歌ってんねんって思いましたね。はい。まあなんだろう、まあその幾田りらさんもそうなんですけど、まあ元のね、歌詞を出さないで、その別のね、歌詞に歌わせるっていうのは、なんかちょっとね、ひどいなと思ったし、はい。やっぱその元の歌詞の歌の良さっていうのもあるから、はい。だからそういうところをね、もうちょっとその NHK とかジブリには、まあ尊重してほしかったなと思いましたね。はい。まあということで、まあ高畑充希、ほんと下手くそやなと思いましたね。はい。まあ、やっぱり、まあ、このね、君を乗せては、やっぱり元のね、歌詞である井上あずみさんに歌ってほしかったなというのが、まあ、本音です。はい。